はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、赤タンアグロですになります。はい、誰がどう見ても赤タンアグロですね。ちょっとなんか変な色が足されてるような気がしないでもないですけど、赤タンアグロです。はいはい、というわけで今回なんですけど、赤タンアグロ、アグロ絡みですかね、に対して結構な強化が来ましたよということで、まずはこれですね、巨海の怒り。このカード1マナインスタントでクリーチャー1体20修正と怪物役割トークンをつけた状態ですと。で、怪物役割が11修正とトランプルモスからね、結構怒られたことを始めてくる、とんでもないカードなんですけど、これ単品で1マナ31トランプルを付与しながら、そいつがね、11トランプルをつけ続けることができますよということで、赤タンの場合、どれにつけても強いじゃないですか。はい、熊野と合わせてね、結構サイズアップしやすいっていうのも含めて、めちゃくちゃな強化が来ましたよっていうのと、さらにですね、こいつニエタギルバイパー、このカード、左側の方はね、ちょこちょこ使うんですけど、それよりも問題点は右側のクリーチャーの方で2マナ21のエレメンタルヘビで、このカードがある状態で相手がねコスト3以下のスペルを唱えると、それで1点ダメージ相手に飛ぶんですよ。で、この1点っていうのが赤タンにおいて結構大事で、はい、これ自体速攻とかなんでもないんですけど、例えば相手がねセレズニアエンチャントとかで展開しようとした時って、どうあがいても3コスト以下のスペルしか唱えることができないんですよ。で、3コスト以下のスペルに対してはこいつ置いとくだけで相手にバーン飛ばしていくんですね。で、これがね1匹ならいいんですけど、2匹3匹になってくるともうとんでもない打点が飛んでいくっていうすごいカードになるのと、じゃあコストが重いカードはどうするのっていうところあると思うんですけど、そのコストが重い方をこの蒸気の戦場で総裁でバウンスしてあげると、テンポロス相手がめちゃくちゃ踏んでこっちが殴れるっていうね、もうとんでもないカードですよ。はい、そして、こいつですね、探索するドロイド、このカード、2マナ211のクイリオンのドライダーとかのかななんですけど、このカード、自分が白や青や黒や赤である呪文、要は緑以外の呪文ですね、緑以外の呪文を与えるたびにプラス1カウンターを受けますよっていうサイズアップの効果に、こっちはおまけです。こっちがおまけで、獣の探索っていうのを2コストのインスタントでライバルトップ2枚追放して、次のあなたの終了ステップまでそれプレイしてもいいですよっていうドロスなんですよ。で、赤タンって最近結構なんですけど、連の決意だったりとか無謀なる衝動かなみたいな感じの2マナで2枚トップめくってそれを次のターンまで使えますよっていうソーサリが使われること多かったと思うんですけど、それが次の自分のターンじゃなくて、自分の終了ステップまでっていうちょっとねタイミング自体は減ったんですけど、それでもこのカードってそれにクリーチャーカードがついたカードなんですよ。はい、非常に強力ということで、でしかもこっちの方のね、クイリオのドライドクリーチャー側の方もぶっちゃけめちゃくちゃ強くて、これを置いて適当にスペル2連打3連打するだけで4、4とか5、5とかになるんですよ。はい、それが非常に強力っていうので、このカードも入れたいと。だからそもそもスペル面だけでも入れていいのに、なんかクリーチャーがついてるってカードなんですね。バイパーもそうですよ、クリーチャー面だけでもいいのになんかバウンススペルがついてるっていうね、非常に強力な形になってるので、こんな感じで引くのもいいのかなと思います。で、山だけっていうか、色ですね、色に関しても、赤青のファストランド自体はないんですけど、この辺のねペインランドバウンスしたいのって、最序盤っていうよりは終盤なんで、最終盤にね、バウンスさえできれば OK ですよみたいな形があるんで、こんな感じで、アンタップインできる赤緑赤青の、土地だけ突っ込んで、残りはね普通の赤タンみたいな形なんで、非常に赤タンとしては使いやすくて、強いデッキになってるのかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率は8000ぐらいやったのかな、8007勝ですね。負け試合は、私が土地を引きすぎただけの試合ですね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。先手キープでいいかな。これはニエタギルバイパーから入ってあげて、で打点通しながらね、敵対者と巨海の怒りでどうこうしてあげるのがいいのかなと思います。このカードマジで初動の打点持ってきますからね。人間傭兵士官、放置したら下ですかこいつは。これはニエタギルバイパー装置してあげましょう。こいつはね赤団の中でも装置してめちゃくちゃ強い方の勘なんで、はい、相手がたとえサリアとかがいたとしてもなんとかなるかなっていう気はしますかね。火遊びで落としてあげて巨海の怒りとかでぶん殴ってあげればいいと思うんで、ただねタフネス自体は結構低めなんで、基本的には敵対者で殴っていく形
ていうのをしていけばいいのかなと思います。なんでか知らないけど打点取りますからねこれ。はい、まあ、これは渋の浅瀬を置いて敵対者を置いて合計3点か。まあこれは敵対者殴っちゃっていいかなと思います。うん、1体だけなら初回の異界でトランプルくっつけてあげれば OK なんで。はい、まあこのターン粗暴な聖戦士あたりが飛んでくると思うんですけど、まあそこに対して火遊び当ててどうこうで問題はないのかなと思います。今のところ土地の枚数がねちょっとあれなので、うん、おーいいとこ来てますね。これなら火遊びも有望な信徒に当ててクルパンスターが強そうです。フルパンしてあげましょう。タップキルみたいなことされるのであればそれはそれで一切問題がないので、うん、相手のテンポめちゃくちゃ持ってきてますからね、これは大丈夫です。できれば次あたりにね土地もう1枚引いて火遊びか巨海の怒りとかをねこの血に浮いた敵対者から使えれば全然問題ないかなとは思いますね。オーレンズここが一番欲しいのは、あーライスト、いやこれはトーレンズに取った方がいいか。残り3点、いやこれは敵対者を置いてぶん殴るべきですね。敵対者を置いてぶん殴るべきです。対戦で投了ですね。グッドゲーム大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあこれはキープリーかなと思いますね。どの順番でどれを置いていくかは考えるべきな気はしますけど、まあ、クマの、即走クマのが、いいですかね。うん。先手ですからね。まあ、お互いね、クマのを出し合い。まあ、火遊びいいですね。まあ、とりあえず、即走と、まあ、クマの置いて、打点で、ゴリ押しが一番早いんで。うん。まあ、アグロは先手になりがちなのは、辛そうっていう感じなんで、できる限り詰めていきたいかなと思います。まあ、ライストが飛んでくるならそれはそれで問題はないので、うん、あベルドン、これはライスト当てるならベルドンにしてほしいかな。うん、フェニックスの避難まで置いてもフルパンしてあげましょう。まあもともとこれね普通に赤タンですからね。うん、普通の赤タンなんで、まあこの手の動きしてきた時はめちゃくちゃ強いですね。これは下手にどうこうよりも一旦フルパンかな。うん、一旦フルパンでいいと思います。クマノとクマの相打ちならそれはそれで問題はないので、ダイスト、ここで、まあ、ダメージ入ったんで、相手こっちの顔に当てたいはずのダイストとかガンガン切ってるんですよ。なんでまあまあまあそんなに悪い形ではないかなと思います。これは悪い形ですけどね。うん、引きが悪いですが、まあいいでしょう。そっとも置いてあげます。でこの手札の土地は置かないで、まあ見せ札にしておきましょう。そっと打てる相手のスペルは1枚だけですかね。あバイパー、これは一旦フルパンしますか。はい、ダメージが通ったらそれはそれで一切問題なくて、これバイパーで速走バウンスします。うん、バウンスしてバイパー置いてあげましょう。これで相手も捨てる唱えるのが本当にきつくなったはずなんで、うん、まあ、敵対者はまあ1点入って、まあ、コスト起動で、まあ、火遊びかなんかバイパーとかに打ってきたとしてももう1点入るんで、ライスの方なんで打つのは火遊びの方がいいと思ったんですけど、はい、でもう殴れませんよね。で私の方は引きが弱すぎてどうしようもないですね。こういうタイミングで土地引いちゃってるんですけどね。えまあこれなんだっけ、フェルドンからね土地いっぱいめくった上でこれですからね。私やっぱりアグロ向いてないですわ。ま
まあ向こうどうせ殴れないんで、お殴ってきた。じゃあパスしまーす。はい、じゃあフルパンしたら勝ちですね。うん、ミシュラン起動したタイミングで相手の赤い土地が寝るんですよ。で赤い土地が寝た段階で火遊びやってあげればもうこれ盤面何もなくても勝つんで。じゃあね、赤い土地とかがあったりするとまあフェニックスのヒナだったりとか他のとこでも距離だったりとかでなんともなったんですが、まあなくなったんでね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープではいいと思いますね。ドルイドをどうするか、まあ敵対者を早め2ターン目に出すかどうかみたいな感じになるかなと思います。場合によってはドルイド2ターン目に出してもうドルイドのサイズアップしてぶん殴るっていう手段があったりするんで、うん、まあ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 キープではありますし、動きとしては結構綺麗なので、まあドルイド出さなかった時もね、 1,2 で次のターンドルイドからね、あのリソース回収みたいな動きもできるんで。潜伏の先に、うーん、これならドルイドじゃない方がいいかな。ドルイドは一旦リソース回収に回った方が強そうですね。まあ、このドルイドがしっかりと打点通ってくれる形にはなってくれると思うので、うん、あとはしっかりとスペルさえ連打できればいいかなとは思います。切り崩しだったりとかね、その辺に当たるのがちょっと嫌なので、うん、まあ喉首ならぶっちゃけどうでもいいんですけど、切り崩しには当たりたくないんですよ。なんでまあこれは敵対者から入ります。バイパーいいですね。これ後々潜伏工作員バウンスとかも全然使えるんで、いや今回のね使いたい新規カード目白押しですよ。まあ、とりあえず3点入れましょう。3点。嫌なラインは墓地の侵入者がちょっと嫌ですかね。そうですね、墓地の侵入者がちょっと嫌寄りではありますが、潜伏工作員単品ならバイパーでバウンスしてあげれば一切問題がないので、うん、殴ることは多分してこないと思うんですよ。ライト引いた。まあバイパーはこれならあとですね。うん、なんでかっていう話なんですけど、あのテオドレッドバウンスできるんですよこのバイパーって。それがあるんでちょっとあとですね。でやっぱり切り口は持ってます。カードシェオルをワンスできるんで、エリアナどうしますかね。まあ、今そいつをバウンスする意味はないのでエンドで探索するドルイドかな。うん、これライストももっと期待ですけど、そうかな。うん、多元宇宙の突破、なるほど。墓地の侵入者、嫌なカードが目白押しですね。このデッキにおける嫌なカードが目白押しになってる気がします。まあこれはドルイド独走クマノで、これで一応切り崩しのラインは突破しました。まあベリアナにもう一回プラスされますし、まあそこでバイパー持ってかれますけどしゃあないですかね。うん、ドルイド使ってリソース補充する方が多分強いんで、まあ一応ねベリアナってプラス打ってる間ってあの相手のハンドリングスも持ってけてるんですよ。うん、なんでまあまあまあめちゃくちゃ悪いっていうわけではないですね。うん、こういうシェオルとかは相当悪いんですけどね。だろう対者ライスト、ドルイドのめくれ次第ですね。おい、うん、まあ相手がどうやってブロックするか次第でいくらでも対抗はできると思うので、これはインコンのドルイドを打ってドルイドのサイズアップ。あー、もう一インコンのドルイド打たなきゃいけなくなりましたね。はい、
まあまあ、ここでの敵だったら全然いいですね。シェオルが落とせることの方が大事なんで、まあミッシュランか、ミッシュランとクマノでいいでしょう。結構いい形になったかなと思います。探索するドルイドに連打とかも全然問題はなさそうなんで、ご自身で殴られて、まあまあまあ、ぶっちゃけ何に持って帰っても大丈夫ですね。あー、それは大問題ですね。あー、でもバウンスできるならいった。まあこれはドルイド、ドルイド、バイパー、まあ、パンプアップで打点ちょっと通して、次のライスト顔で多分勝ってると思います。うん、敵対者ライスト顔でドルイドが4号とかになるんですよ。なんでこのタイミングで多分勝ってますね。まあ、これブロックしません。残り5点だと、馬の枚数分だけドレインみたいなやつ打てないはずなので、うん、これは勝ちましたね。はい、ドルイドサイズアップ、自動支払いでライストで顔でぶん殴って、まあ別にトランプルクつけても勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、結構赤団にしては幅広く戦えるようになったんじゃないかなっていう気はします。はい、まあフェニックスのヒナだけ私個人的にはちょっと怪しいと思ってるんですけど、まあ1マナのクリーチャーというか1マナで盤面展開できるカードっていうのは他にねなかなかいいカードがなくて、コインしてある形ですね。はい、で、ほんとこのデッキって、まあバイパーのバウンスとドルイドによる、まあちゃんとしたね、縦の打点、要はクリーチャー単品が育つっていう動きが非常にできたっていうのは、むちゃくちゃでかい強化ポイントなのかなって気はしますね。特にドルイドって、まあ、サイズ上げとけばね、この魚介の怒りのトランプルっていうのも本当に通りが良くなりますし、まあ、その辺含めても非常に強力なタイプのデッキになったのかなっていう印象はあります。はい、まあ本当ね、今まで、まあ、シオルレッド対策としてね、シオルの対策に5点火力入れなきゃなみたいなところもあったと思うんですけど、そこら辺も全部ガン無視して、じゃあ一旦バウンスして、じゃあここでフルパンしたら相手も次のターンシオル出しても勝てませんよねっていう盤面を作ることができるっていうのは非常に強力なのかなと思います。はい、まあ全体除去とかね、それにちょっと弱い部分は、まあできてしまった部分はあるんですけど、まあそもそも全体除去に対してはね、速攻とかで相手の顔を詰めて、まあバーンダメージで削るっていう、まあそういうね、フルッカーの動きもしっかりあったりと、まあ非常に強化されたデッキなのかなと思います。特に、まあ個人的に特に思うんですけど、まあさっきも言った通り、シェオルに対して、まあ特定の、まあメタカードを積む必要がなくなった、3マナ5点だったりとかのカードを積む必要がなくなったっていうのは本当にでかいポイントだと思ってるんで、はい、それ含めても非常に強力なデッキになったと思いますし、まあ回しやすいデッキではあるんですけど、まあ普通の赤タンよりもね、ちょっとしたね、小細工、ドルイド絡みの小細工だったりとかがあったりとか、そういうのもあったりとかするんで、まあぜひともね、回して、こすってみていただけたらなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。